2月9日水曜日の全国の天気をお伝えします。今日は高気圧に覆われて広く日差しが届くところが多くなりそうです。北日本日本海側は午前を中心に雪の降るところがありそうです。北海道では一時的な雪の強まりにご注意ください。ただ午後になるとだんだんと天気は回復、東北などは日差しのチャンスもありそうです。予想最高気温は東京が9度、大阪が11度と各地でこの時期らしい寒さが続いていきそうです。暖かい服装でお過ごしください。また関東甲信地方、明日は雪が降り積雪の恐れがあります。雪対策は今日のうちに進めておきましょう。最新情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。